どうもエルザレットです。今回は井の花大渓谷の番からマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際の番からマッチを経験して感じたことを元にまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっておりますので、少しでも番からマッチを楽しみたいやったり攻略してもらえればいいのかなと思います。一つの情報というところも重要ですね。そういう視点で見てもらえますと嬉しいです。またチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それでは早速いきます。井花大渓谷のエリアに関してはこのような形となってます。縄張りと非常に近い状況ですね。じゃあこれをそれぞれ見ていきたいと思います。まずは守りのポイント、防衛ポイントですね。こちらを見ていきたいなと思うのですが、防衛のポイントに関しては赤いところが重要となります。一番わかりやすいのはエリアの中心となる高台の場所、金網のすぐ近くにある高台、そして正面、この3つになると思います。一番わかりやすいのは正面の高台ですね。下の方です。ここに関しては唯一周りを見渡せやすいポイントとなってます。さらにこの場所から塗りをすることも可能なので、足場の塗りであったり敵の状況を確認することは非常に簡単にできます。なのでここを取るという、ここを常に把握するっていうのは非常に重要になるかなと思います。そして左側、侵入箇所としてはこの箇所しかないので、ここは絶対守りたいところですね。逆にここが守れないとなると非常にきつい展開が待ってます。必ず金網の上で敵を通さないようにボムを投げたり、敵自体を中央の高台に乗せないという工夫をしていくのが一番重要かと思います。続いて塗り押さえのポイントです。塗り押さえのポイントとしては青い部分です。真ん中のエリア部分かなと思われがちなんですが、基本的にはこの部分が個人的には重要かなと思ってます。まず自陣側の青い部分、このポイントに潜伏やブラスターなどが来ると降りづらくなるため、なるべく塗りの確保をしておきたいところです。奥まで行くのは厳しいですね。奥まで行くと敵に位置バレしたりとかして狙われますので、この辺りスロープあたりまでが、一番塗るのには適しているかなと思います。で、敵陣側も同じように塗りを取るということが重要です。ここを取ることによって相手が裏取りであったり、無理やり攻めてくるということがしづらくなるので、ここを塗っておくと、ああ敵が入ってきたなというのが非常に分かりやすいです。前線のポイントは黄色の部分、見た感じあそこかというところになるんですが、やはり敵の高台の確保です。基本的に自分たちの守りポイント、必須ポイントが攻めになります。でこの前線ポイントなんですが、基本はそんなに侵入がしやすくはないと思ってます。特に手前2つですね。基本エリアに近づけさせないための場所なので、取ることは必須になってくるかなと。ただしここに対して無理に攻めてしまうと逆にやられる、カウンターを食らうことになりますので、2枚以上ですね、できれば3枚落とした状態で侵入するのがいいと思います。あとはスペシャルを使って無理やり引かせるとかですね、そういったところから侵入して高台の確保というところになります。マップ自体が思ったよりも狭く塗り合戦になりやすいマップです。そのため人数有利やオールダウンが取られると一気にマップを制圧されます。逆に言えば相手の陣地にも侵入が可能ということなので、焦らずに敵を処理していくのが重要です。中央の高台のせいもあって塗り制圧がしづらいという面もありますので、焦らずしっかり処理を優先していきましょう。矢倉に関してはこのようなルートとなってます。第一関門までは敵陣の前を通っていき、80から68となってます。で続いて第二関門、この辺りから53から43と半分ぐらいの数値となってます。だいたいここの2つを取るのが最初の鬼門になってくるかなというところですね。なかなか厳しいです。激戦区になりがちです。でそこからさらに第3関門に進むと12から6です。もうここまで来ると重大になってくるので、逆転するにもかなり厳しい状況になってきますね。でそのままあとはゴールというふうになります。このルートをもとに
各ポイントを見ていきたいんですが、まずは前線のポイントですね。前線のポイントは右、左、上という順に見ていくといいかと思いますが、第一関門の櫓を確保するなら、なるべく次の進行を確保しておきたいところがありますので、まあ、この部分と右側の部分ですね、スロープの先を取るというのが重要です。ただし櫓側に隙ができるかが重要なので、櫓周りのケアも重要となります。そして左側、まあ、第一第二関門ともにここは取りたいですね。まあ、もしかしたら第一関門取るときにはこちら側、左側ですを取る必要が出てきます。矢倉からの侵入もできるので、敵を抑え込みたいというときには必ず必須の場所となります。関門3でもここから援護ができるので、終始この場所は取る必要があると言えます。3つ目、ここはもうゴールまで持っていくならというところですね。ただゴールの 前を取るってなったときには、まあ、左右の高台取るだけでも全然ありですね。ゴール付近の高台ですね、この辺り取るだけでもすごくいいので、スペシャルで抑えるとかそういったことも意識していくといいかと思います。では続いて守りポイントです。守りポイントは先ほどと逆ですね。自陣の高台です。この赤の部分、まず上の方ですね、まあ、矢倉ルートに被るところっていうところなので、この場所からの圧力は常にかきたいところです。正直圧力がかかるだけでも全然違います、まあ、これより後ろに下がると敵が攻めやすくなってきますので、まあ、堅実に動いてじっくり落としていきたいっていうのが正直なところです。まあ、矢倉のルートとしてはカウントでは80から68と、そこまでカウントの前半ぐらいしか達成はしないので、そこまで焦って落とす必要はないかなと感じます。続いて練り押さえポイントですね。練り押さえのポイントに関してはもう中央全体になります。とにかく相手が侵入できる箇所の足元を塗るというところですね。これやってるかどうかだけで正直そのルートの攻め具合がだいぶ変わるんですよね。まあ、矢倉に乗ってることが多かったんで、矢倉から見渡した時に特に左上の部分、ここから敵が侵入してきて挟み込むという展開が多かったです。まあ、右側の高台に関しては絶対1人か2人はいるので、まあ、ここはもう仕方ないなっていうところなんですけど、挟み込まれた時に一気にゴールダウンとかするんですよね。なので少しでも塗って敵が移動しづらい、または見つけたとしても撃退しやすいっていう状況が非常に重要となりますので、まあ、足場を塗ってスペシャルを貯めて一気に対処するというのが重要かと思います。矢倉を進めるにしても敵の殲滅から敵陣高台の確保が非常に重要になるかと思います。エリアと違って侵入がしやすいのも特徴の一つですので、1デスが思った以上に試合に響きます。連続でデスするくらいならカウントを多少進められてもスペシャルを貯めてしっかり捌くのがいいかと思います。守りと攻め両方ともに高台をどれだけ取れるかが試合内容で変わってきますので、ポジショニングを考えて動いてみるといいかと思います。続いてはガチホコです。ヨノハナ大渓谷のガチホコに関しては関門が2つあります。まあ、ルートでいうとこういったところですね。でこの関門に関してなんですが、どちらともカウントは基本同じになってました。右側ルートに関しては一番基本的なルートになりやすいかなと思います。左がハイリスクハイリターンに対して右側安定といった感じですね。じゃあこのルートを押さえた上で見ていきたいのですが、まずはホコショットのポイントです。ホコショットのポイントとしてはオレンジの部分ですね。まあ、ホコを取った時に押さえたいポイントはまず高台です。左高台、ここ打ってるだけでも味方が右側で対処ができるようになりますので、まあ、ここは押さえたいところですね。まあ、とりあえず取ったら一発打つだけでも全然ありかなと思います。足場が取れますので。で続いて第一関門を来た時に、左側です。68左側の第一関門のところから高台に打ち込むことが可能ですね。ここはかなり有効かなと思います。でもちろん右側の関門からも高台に打ち込むことは可能なのですが、まあ、右側だと矛所を打ってる暇があったらやられる可能性がありますね。左側が取れてないということは左から挟み撃ちをされる可能性も多くありますので、この辺りは右側を取った場合は一気に進むっていうのが非常に重要になってくるかなと思います。では続いて守りのポイントです。守りのポイントは第一関門付近ですね。
スロープになってるので侵入がしやすい。で、必ず敵がここを一人突っ切って取りに来るんですよ、一人二人が。で、押し込まれると、やっぱ高台確保されると、このルール非常に厳しくて、簡単にカウントが進められます。なので、スロープ付近は絶対塗っておいた方がいいですね。まあ、多分、ホコショットを打ってきたりとかいろいろありますが、このあたりは非常に取っておくことが重要になるかと思います。で、最後、塗り押さえのポイントです。塗り押さえに関しては、中央です。で、押さえるポイントとしては、スロープの先まで塗り押さえることが重要です。ここを塗られるだけでも非常にきついです。で、左側、敵陣寄りのスロープ付近も取ってますが、そこに関しては裏取り防止ですね。そこは押さえておいて、歩行持ちとか味方が気づいて処理してくれるようにしておくといいかなと思います。まあ、あとは、塗っておくと、まあ、第一関門ですね。この辺りまでルートを進めやすくなるっていうのがありますので、まあ、この辺り塗っておいて損はないかなと思います。まあ、あとはスペシャル貯める意味ではこの場所は取っておきたいところもありますね。で、全てを合わせるとこんな感じになります。関門が2つ用意されてますが、どちらも同じカウントになっているため、その次の行動を考えて持っていく必要があります。まあ基本的には右一択になることが多いかなと思いますね。左はちょっとリスクが高すぎます。で、左に関してはオールダウンが取れればワンチャンありです。で、取れれば保護所の制圧もしやすいので、意外と取られるときついポイントとなってきます。状況によっては、右側の関門を取った後に、あえて左に行くっていうのもありだと思います。また、関門を突破されると、ゴールまでの距離が短いこともあり、一気に攻められる可能性があります。まあ、守りをする際はしっかりスペシャルを放って短期剣戦で倒しきるっていうのが非常に重要になるかと思います。では続いてアサリです。アサリの配置位置はこのようになっています。中央に置かれていることが多くなってますね。敵陣にはそんなに配置されてないというところです。ただこのマップに関しては初期位置で見てますので、若干試合中配置が変わってきます。なんだこれは参考程度にしてください。次行きます。で、アサリの回収ルートとしては中央が肝になりますので、自陣の高台から降りていってこのようなルートで取っていくと、だいたい8個集まってガチアサリがたまります。では続いてシュートポイントです。シュートポイントは黄色の部分、ちょっと今回インクが一緒だったので見づらくなっていますが、この辺りからシュートが比較的しやすくなってます。ただ相手の防衛ポイントと被るところがあるので非常に倒されやすいです。なのでこの辺りからシュートをするっていうのだけは覚えておいてください。で、基本的に右側からシュートを決める。で、左側からシュートも一回試みに見たんですが、左側は守りが硬いですね。しかも敵側も来るの分かってるので、狙われて終わるってことがありましたので、右側の方がいいです。ちなみに、小アサリはこの辺りから全部決めれます。で、小アサリを投げるときに左側の高台から入れることが可能なんで、こっち側取ると非常に強いですね。まあもちろん、その先も塗って倒さないといけないとかいろいろあるんですが、左側はとりあえず、長射程が狙いづらいなっていう角度になったので、ここは非常に重要なところかなと思います。で、次塗り押さえのポイントです。塗り押さえとしてはガチアサリの場所を把握したいこともあるので、中央付近をがっつり塗るといいかと思います。だいたい自陣のスロープのところから敵陣のスロープに向けてこのように塗ることが可能です。で、アサリもこの配置にありますので、ここを押さえてアサリを取るっていうのは非常に重要ですね。では続いて守りポイントです。守りポイントはスロープから自陣寄りですね、この高台付近を守るというのが重要になります。で、なんでここなのかっていうところなんですが、ガチアサリの防衛するときっていうのがゴールの前だから、今塗ってないゴール付近の黄色い部分ですね、で守るっていうのが基本的な考えで多いかと思うんですけど、それだと相手が無理やりシュートを決めに来たときにエイム外したらも絶対シュート入るんですよ。そうなると防衛の意味がなくなるので、まあ、そのシュートコースより前をしっかり守るというのが重要になります。なので
このスロープを取られるともうシュートされる可能性がめちゃくちゃ上がると思った方がいいですね。右側の高台も、まあ、管理してないと敵が侵入する可能性があるので裏取りとかされる可能性はあるので、まあ、こちらも守らないといけないんですが、まあ、高台からこのスロープ付近を守るっていうのが非常に重要になるかと思います。で、全てを入れるとこんな感じですね。で、今回アサリに関してはゴールが右寄りということもあり、ルートは基本右寄りになりがちです。まあ、守りであれば左ですね。で、ゴール前まで来られるとスペシャルなどご利用される可能性があるので、スロープの前で侵入を抑えることが重要になってきます。また金網のところから侵入ができますが、侵入をするというよりもその場所で敵を倒したり引きつけたりすることが重要です。ゴール付近の敵数が減って味方が攻めやすくなりますので、中央の塗りと合わせて制圧ポイントとして抑えるのはありかと思います。ということで、一通りルールについてマップ調査となりました。まあ、一通りバンカラマッチをしてみたんですが、どれも高台が非常に重要でした。で、1デスで試合状況が大きく変わりやすく、逆転されやすいマップだなぁとも感じましたね。で、もちろん一方的に攻めたりやられたりしやすいマップとも言えます。生存することとスペシャルをしっかり切っていくことを意識して味方に合わせるのが非常に大事となりますので、その点を抑えて、まあ、慎重かつ大胆に攻めることが重要かと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。